やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あ、マシュマロしますか。なんか雑談今投げ。今日のマシュマロはちょっとお下品でございます。ついてしまったデカめの嘘と、今日はこれでいいかと思って一番妥協したおかずでございます。君たちのね、性癖がね、なかなかね、尖ってるっていうか、よくいけんなっていうのがあるんだよね。すごいよ本当に。で、今回はちょっとスピーディーに行こうと思う。だから一回、1個目、野生のルージュだ。画像だけ喋るか、ちょっと確認しよう一回。いやーちょっと厳しいけど、ネタであってほしいけどね。いや、まあ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 、リラックマの黄色い鳥、そいつにキスとかもしてた。わかんねえのよ、ちょっと待ってね。リラックマの黄色い鳥かわいいよ、かわいいけど、妥協というか限界を試したビオレママ。これね、こいつもいてね、ビオレママ多すぎんだよ。なんでビオレママトライすんだよ。みんなビオレママ他にもいんのよ。なんで挑戦すんのビオレママに。バーバママ、これちょっと違うな。なんだか、あ、バーバママって何？ビオレママじゃねえぞ。いやだ。バーバママはバケモンじゃん。これバーバパパでしょ。ママのバケモンじゃん。くびれか、ここのラインか。ギリ。ね、まあ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 、ここまではね、まあまあまあなんですけど、これはちょっとね、わかるよね。これはね、妥協ではないよね。これはちょ、ガチすぎるな、これ。あとこれも多かったです。これも結構多かった。ギター演奏動画の手、これはさ、女性が男の手を見てってことなのかな。ほら、指引きでベース弾いてる人の指、エロいんだ。ちょっと一回見てみる。あー、わかるかもな。ちょっと理解はしてあげられるかもな。わかんないまではないかもな。まあ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 。まあ、このなんか目線で見るとよくなんか失礼に当たるな。失礼に当たるけど、まあわかるけどな。まあ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 。ああ、確かにちょっとわかるかも。いや、はい。いや、ただかわいそうなだけかも。このサイトがかわいそう。芸人やす子の生い立ちがそうです。いじめで便所飯や児童養護施設が闇。ちょっと限界だよ。ちょ、やめてあげてくれ。かわいそうすぎる。無理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 。かわいそうすぎで無理。かわいそうすぎ。ピカチュウのぬいぐるみです。尻尾がもげて付け根にあったところに穴が開いてしまいました。ちょうどいいじゃん。よかったな。ちょうどいいじゃん。なあ。ラクダのコブ。まあでも、その造形というか、その膨らみっていうものに何かその、
男性っていうのは感じるからね、やっぱり膨らみはどうしても世の中の全ての膨らみに感じてしまうのかもしれない。いやー、どうだ、よしヨッシーのメスってあのリボンついてるやつ、待って、ヨッシーのメスってなんだ、うわー、どうだ、いやでもちょっとエロいかも。どうか、いや、わかん、 100% わかんないとは言えなくない、それはちょっとさ、人をその理解してあげる能力が乏しくない、こっちに火がない、なんかあれによるな、ほら、なんかもう、えいるし、こんなんもやっぱ感じる人いるんだわ、こっちにエロを。ねるねるねるのくるくるたこ焼き3箱どういうことなんだろう、3箱じゃねえといけないのか、まずくるくるたこ焼きが何なのか、これだぜ、意味わかんないのよ本当に、言ってる意味が、まあ妥当なの言うとこういうのかね、まあまあまあじゃない、ここら辺はガチ系やん、ぶっちゃけ。というわけで1個目のお題、妥協したおかずの会はまあ1回終了と。スタさんの最大の妥協、ちょっと待って、考えないとむずいわ。あー、でもその妥協ってわけじゃないけど、ホーリーエルフわかる？ホーリーエルフかもしれない。でも、妥協かっていうと、いやでもそれ、そんぐらい毎回ちゃんとしてるかも。ちょ、妥協じゃない、ちょ、ごめんだけど、妥協しないな、俺。後悔したおかず？後悔したおかず、女性用 AV。男の〇〇で言った、一回。画面の8割が男の〇〇だった。ふざけんなと思って。んだよ、このタイミングと思って。妥協とかじゃないんだよね。これはタイミングの問題。タイミング。事件かな？事件。嘘の方は取れ高が少なかったんだけど、ちょ、これだけ読んどくか。コーラ3リットル、マストデブです。今回はデカめの嘘についてしまった話です。変な見栄を張るための嘘はやめた方がいいと、身をもって体験しました。皆さんも変な見えや嘘はこれを見てやめようと思ってくれればなと。今でも鮮明に覚えている。それは中2の家庭科実習の時に起こりました。大好きなポテトサラダを作れるというのに、それはもう憂鬱でした。班ごとに取り組むグループワークが死ぬほど嫌いでした。その理由はグループ内にカップルが2人いるということです。毎回グループワークの時間になるとカップルがいっちゃなんだろうねしている状況で、真面目に、実習ができない状況にいるからです。日々ヘイトが溜まり、爆発寸前の時それは起こりました。男が彼女の股にしゃもじを当てて献身ごっこをしていたのです。カップルからは日々私に恋人がいないのはカスダの罵詈雑言を、言われており、怒りがピークに差し掛かったので、その時思わず、言ってしまったのが、恋人ぐらいいるけどね、いちいちうるさいな。その発言をした瞬間に女子から悲鳴が上がり、男子から嘘だろと言われながらも茶化せつつ、すぐにクラス中に広まりました。後々思い出してみると、ポテトサラダを作る工程で大事なマヨネーズの分量を測っている時に、邪魔されたのが頭に来たんだと思います。分量で味は変わりますからね。それで騙せる一言はないか考えた時に、口に出たんだと思います。その出来事がきっかけに、それ以来、様々な珍事件が起こりました。気になることがあれば、番号を教えてください。続きは次回で。番号ね、番号って。
その日以降21歳までポテトサラダが喉を取ることはありませんでした。1、嘘徹底で恋人がまさかの三股悪女。もう一人の彼氏から G2 確認以来、探偵編。関係各所に、謝罪祭り、反省坊主なんて古い。お前、土下座よりも価値のあることしようや。ヤンキー構想編。今は無限カタパンだろう。カタパンとして誓った、友情に勝るものはない。全治1ヶ月。なんだよ、これ。雑談のお品書きをいただきました。俺、ヤンキー構想編って気になるけどね。で、全部気になるな、別に。別に全部気になる。次回のマシュマロまでに2を仕立て上げておいてください。俺のなんかマシュマロの枠、人気リスナーがいるからな。24歳、ロール女です。一面ですね。最近25歳になったので、25歳ロール女を名乗ろうか迷いました。今日はこれでいいかのおかずの話をさせてください。2年くらい前からずっと不眠症に悩まされているのですが、眠れない日は誰かの配信を流したまま自然に眠れるのを待つか、諦めて寝ないか、顔を知ってる誰かと、デートをしたり、多少イチャイチャする妄想をしていると頭が疲れていつの間に、寝てしまうことがあります。対象はイケメンの俳優さんが多いです。スタミさんはタイプじゃないのでごめんなさい。かっこ笑い、うっせえよ。先日、あまりにも眠れなくてうんうなりながらツイッチを見てると、鈴木のりあきさんが配信をしていました。今夜はのりあきでいいかと、どうかしている自覚はありましたどうかしている失礼やぞお前どうかしている自覚はありましたが、寝れれば何でもよかったです。考える隙もなく、とにかく寝たかった。本当に何でも誰でも、いや失礼やぞお前、お失礼にも程があるわ。ノリリンをノリリンって呼ぶな急に。ノリリンと、手をつないで街を歩き、一緒に、ご飯を食べたり、人混みで、はぐれないように寄り添ったりしてるうちに寝ました。9月のレイジバラロンと行くのですが、どんな気持ちでどんな顔で彼に顔を合わせたらいいのか分かりません。いやお前が失礼なこと言ったからや。あと俺にも、俺もレイジバラロンと出るんだ。これお前、俺にも気まずく思え、まず。というわけで、今回のマシュマロでした。皆さん、ご応募、ありがとうございました。まあ、次のお題を考えてツイートするので、その時は皆さん、思い詰めない、なんか面白いテンションで送ってきていただけると、ハッピーなテンションで送ってきていただけると、こちらも読みやすいので、お願いします。ありがとうございました。